ファイターズ同点のランナーが出ています。先発ピッチャーメッセンジャー、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。空振り。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ランナーここはスタート切りません。まあクイックが速いピッチャーですからランナーは走りにくいと思いますね。なるほど、そうですね。まあキャッチャースローイングがうまいのでランナーは警戒してると思いますね。なるほど、そうですね。変化球空振り。バッターは3番ワン・ボーロン。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ここは落としてきました。これは低いところに持ってきました。アウトコース打ちました。木浪バスターが見事に決まりました。ワンアウト。バッターはワン・ボーロン。先ほどの打席は内野安打でした。ファイターズビハインドで迎える6回の攻撃です。打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。これでマルチヒット。まあできればアウトカウント増やしたくなかったですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番のワン・ボーロンが入っています。アウトコースファウル。一塁ランナーは逆転のランナーですからここはしっかり低め打った。ショートの右抑えた。一塁へ。一塁アウトで3アウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。五分五分勝敗。